今回の事故の場合、紛失と盗難の区別は非常に難しい。機体の損壊により乗客の荷物が広範囲に散らばった上、この悪天候だ。特殊なケースを除けば証人でもいない限り、盗難にあったと気づくことすらできないだろう。紫スーツの、男の例はその特殊なケースに該当すると思われるが、それでも検証には時間も要するはず。犯人がただの生還者として救助される方が早いことは疑いようがない。ああ。そして盗難が発覚していない以上、生還者の荷物検査には最低限のプライバシー遵守が求められる。簡易的な検査なら一工夫すれば、例えば下着の中に隠すなどしてしまえば、上ですり抜けられる。障害にならないってのはそういう意味か。俺たち自身で荷物検査ができればな。あの指輪やネックレスじゃなくても他人の財布などが紛れ込んでいれば、危険すぎるわ。正体を暴いたりしたら何をしでかすかわからない。スズさんの言う通りだ。高校生の俺にはまだ実感がないけど、世の中金が全てだとか、金は命より重いなんて言い回しはよく耳にする。そういう価値観の人にとっては大粒のダイヤモンドは人生をかけるに足りるお宝だと思う。じゃあ全員の前でチェックするってのは、男が4人に女が8人、性別は偏ってはいるけど合計12人もいるんだ。犯人が暴れ出しても他のみんなで取り押さえればいい。犯人が男性だとギリギリね。最初に仕掛けるのは向こう側だし、不意打ちで何人かやられてしまうと形勢は不利になるわ。不意打ちで何人かやられるって、そんなアクション映画みたいなことができる人いるかな。あり得るとすれば猿渡りサラムぐらいか、体格的に。というかそれ以前に、なんで泥棒は俺たち全員を制圧するって前提になってるんだ。まあ一人やられたとしても男性が2人は残るわけだし、よほどのことがない限りは大丈夫かしらね。念のため武器になりそうなものの場所を把握しておけば。待て待て、共犯の可能性を考えてみろよ。ぶつぶつとつぶやきながら顎に手を当てて考え込む鈴さん。なんか話が物騒な方に向かってないか。どうする、猿渡りさんと権田さんがさ、共犯だったら。二人だったらもうね、やられるよね。いくらなんでも心配すぎしすぎでは。と、ところでちょうどアイデアを思いついたので軌道修正しよう。犯人が盗んだものをどこかに隠してるって可能性はないかな。この広大な山中のどこかに隠しておき、後で回収。映画などでたまにあるパターンだ。その線は捨てていいと思うわ。しかし、鈴さんは即座に否定した。天候が良ければ話は違ってくるでしょうけど、猛吹雪で視界の悪い中、避難できる場所さえ見つかっていないのに、体力を消耗してまで穴を掘るかしら。でも、宿に着いてから、外にこっそり抜け出して、そこで穴を掘って隠して目印を作るなんてことは可能なのでは。言われてみれば確かに無茶だな。それにうまく隠せたとしても、雨や雪、土砂崩れ、野生動物の影響等で紛失するリスクはどうしても残ってしまう。まあ、自分が盗んだ側だとしたら、まあ、この悪天候の中では隠したくないかな。慎重な犯人なら選ばない手段ね。自然の中に隠す場合、そういった懸念もあるのか。俺が深くため息をついた。犯人、まだ隠し持ってそうだね、お宝。そんな気がするわ。鈴さんは同意するようにうなずくと、持参した水筒の蓋を開けてストローを加えた。今からみんなを集めて検査するってのは、やめておいた方がいいわね。いろいろと考えてはみたけれど。やっぱ、そうだよな。窃盗があった事実を誰も認識していないこの状況で、今の二人のやりとりを一言、一言一句漏らさず聞かせたとしても、うさんくさいと一緒されるのがオチだと思う。うさんくさいと思うんかな。まあ可能性はあり得るかなって感じ。これ以外の全員にとって鈴さんは赤の他人なんだし。いや俺もだって言うてさっきまで赤の他人だったでしょ。これからどうしようか。ひとまず犯人探しが困難であることは理解できた。というか、いつの間にか真剣な議論になってしまったが、あくまで時間つぶしだったはずだ。証拠もないし、ここらが潮時だろう。そうね、もう休む？で、寝るってこと？他にどんな意味があるんだよ。鈴さんがおかしそうな顔をする。いや、ちょっと過剰反応しただけですよ。じゃあ、挨拶だけしてこようか。ええ、行きましょう、挨拶。宿主の？宿主の女性にかな？リビングには、猿渡さんと佐藤さんの二人しかいなかった。猿渡さん部屋にいたくないんだろうな。
いや、高橋さんはまだいた。高橋さんって誰だっけ？高橋さんって誰だっけ？高橋さん。高橋さん。ああ、宿主の人。ダイニングでお茶をすすっている。他の人はもう上ですか？俺は猿渡さんに尋ねた。彼は佐藤さんと、雑談するでもなく、ソファーに体を預けて天井を見つめている。怪しいんだよな。周りに気を配りすぎてさすがに疲れたのか？うん。僕もそろそろ眠くなってきたよ。佐藤さんはどうします？あ、はい。私も寝ます。慌てた様子で腰を上げると、佐藤さんは幽霊のように無音で部屋を出ていった。それか、この猿渡さんは、なんか警察みたいな、なんか潜伏している、なんか捜査官みたいな。それで、佐藤さんを疑ってて、佐藤さんが実は盗んだ犯人みたいなこともあり得るから。そういえば、和也くん、お風呂まだだったわね。ちょっとさ、佐藤さん気になるからさ、佐藤さんのバージョンさ、ちょっとやってみていい？佐藤さんのバージョンちょっとやってみていいかな？佐藤さんね。犯人は、佐藤さん。気になるからちょっとやってみていい？犯人は佐藤さんでは間違いない。佐藤さんね、理由を説明してもらえる？簡単なことだよ。おどおどした態度を見れば明白じゃないか。彼女を恐れているのさ、犯行を誰かに見られたんじゃないかとね。あの状況で目撃者なんてそうそういるわけないんだけど、犯罪初心者には得てしてありがちなんだ。ああ、そういえば、なんかネズミ先輩の話をしたときに、なんか、バタバタしながら、すいません、みたいな感じで、なんか言っちゃったもんね。確かにそれはあるかも。で、その態度を見た猿渡さんが、佐藤さんのことが気になって、不動不審ゆえにバレバレ、自白同然みたいなのが。ここであえて間を置いて探偵っぽさを演出。鈴さんは興味深そうに耳を傾けて、あれ？笑ってる？お盆。そういうわけで犯人は佐藤さんで決まりだね。彼女の荷物を調べてみるといいよ。例の指輪がちゃんと出てくるはずさ。事件は解決。俺は羨ましく一礼した。多分佐藤さん、犯行現場見たんじゃないか？ふうふう、どうもありがとう、和也くん。なかなか面白い余興だったわ。え？ああ、まあまあ、いずれにしてもお粗末な推理と言われるんですね。はい。わかりました。じゃあ、はい。猿渡さんバージョンで、選択した時の猿渡さんバージョンで来ました。そういえば、和也くん、お風呂まだだったわよね。完全に忘れてた。佐藤さん目撃したんかな？どうするかな？佐藤さんなんか知ってるかもね。ちょっと話聞いてみたいな。お借りしたら？そうだね。そうするよ。物騒な話をした直後なので少し迷ったが、シャワーぐらい浴びておいた方がいいか。この間ね、なんか調査するかな。匂いのも嫌だし。俺は鈴さんと別れた後、高橋さんに一言断ってから洗面所へ向かった。服を脱ぎ、奥の浴室に入る。蛇口のレバーを上げると、ものの数秒でお湯が出てきた。シャワーを頭からかぶって、一日分の汚れを落としながら、ここで出会った面々を思い浮かべる。ああ、助かるわ。発表。え？急にどうした？和也的好感度ランキング。いらねえ。1位はもちろん、高橋みゆりさん。年齢は30代から40代前半。優雅な顔つきの女性で、俺たちを助けてくれた命の恩人。立ち振る舞い全般がどこか母性を感じさせる。鍋も激しく激うまだったし、違う、鍋も激うまだったし、トップの座は揺るがない。え？猿渡光明さん、マジっすか？山登りが趣味の体育会系イケメン。モテない要素が欠片も見当たらない。基本的に苦手なタイプなのだが、この人は別だ。年下の俺に対しても紳士的に接してくれる本物のナイスガイ。へえ、意外なんだけど。山崎さん、多分30代。アルバイト経験が豊富なお姉さん。食いしん坊。意外だな。慣れ慣れしさはあるものの、明るくて愛嬌がある。あのハリネズミのようにトゲトゲしい水町と同室に収まっているし、親しみやすい性格なのだろう。良い水町。へえ、同級生だし、初対面時に放った生きてんじゃんという失礼な一言を踏まえ、警鐘はつけない。自称女子高生。高速ガン虫であろう。金髪と派手めなメイクの印象そのままに態度が悪い。顔が整っている時にもったいない限りだ。本田さんに絡まれそうになった時に助けられたので、用意にしてあげた。な、上から目線だな、本田さん。おお、引く。
下の名前は忘れた。あれ、そもそも聞いたっけ。まあいいや。ような関西弁を喋る酔っ払い親父。イメージには悪いんだが、会の存在感があまりに薄すぎて消去法的にこの順位に滑り込んだラッキーな人物。6位は太田黒さん。古風な顔立ちをして綺麗な女性。年は30代後半かな。茶髪とパーマが印象を濃くしているがあまり似合ってないような。で、それはあくまで俺の好みの問題か。彼女の周囲では評判がいいのかもしれない。今回の事故で夫を亡くしたらしく、夕食時に1階へ降りてきた際には随分と憔悴していた。大丈夫だろうか。7位が佐藤さん。予想では20歳前後。終始うつむき加減でどんぶりがち。長い前髪が目元を隠しており、肌の白さと相まって幽霊のような雰囲気をまとっている。率直に言って怖い。夜中に出会ったら叫び声を上げてしまうかもしれない。失礼極まりないんだけど。8位、日々野さん。すらりとした体型の女性。20代だと思う。ショートヘアの美人さんではあるものの、目つきが鋭く性格はきつそう。互いに自己紹介はしたのだが、名前、しかも名字だけを告げてすぐ去ってしまったため、実際の人となりは謎。でも、日々野さん気になる存在だな。なんか、一番今のとこ気になる女性だわ。同じく8位、西さん。唯一のスーツ姿で黒縁のメガネをかけた男性。神経質そうな感じを受けたが、日々野さん同様にすぐ2階へ戻ってしまったので、それ以上は何とも言えない。まあ、クレーマーだよね。10位、下條さん、夏の女性。ずっと2階にいて、俺が唯一会っていない人物。本田さんがお嬢ちゃんと呼んでいたので、若い女性だと思われる。まあ、あの人が年下っぽい見た目なら、年齢問わずそう呼びそうだし、確実なことは言えないけど。風呂入ってる時何考えたんだこいつ。シャワーを終えてリビングに戻るとソファーには誰もおらずテレビも消えていた。残っていたのは高橋さんだけ。ああ、じゃあもう挨拶したら、ね、あと寝るだけだね。お帰りなさい。それじゃあ私も失礼させていただくわ。失礼させていただくわ。あれ？もしかして待たせてしまった？すみません。いつもはもっと遅いから気にしないで。電気消しちゃってもいいかしら。はい、俺ももう上に行きます。高橋さんが壁のスイッチを押すと天井の明かりがふっと落ちる。おやすみなさーい。廊下はつけっぱなしにしておくわね。あの、奥の方へ足を向ける高橋さんを慌てて呼び止める。今日は本当にありがとうございました。彼女に向かい、俺は改めて深く腰を折った。事故に遭って死にかけて、本来なら気分は最悪のはずなのに、旅行にでも来たかのように心が弾んでいる。多くの人が犠牲になっている中で不謹慎なのは自覚しているが、それでもここでこうしていられるのは間違いなくこの人のおかげだった。感謝しないとね。え？頭を上げた瞬間、俺は正面から抱きすくめられた。これ絶対お母さんだよ。あまりに突然のことで身動きが取れない。言葉も出てこない。なんだなんだ、一体どうした？何が起こってるんだ？混乱する俺をよそに、当の高橋さんは微動だにしない。いや、もしかして震えている？ごめんなさい、もう少しだけ。胸に力を込めたまま、喉の奥から絞り出すようにそうつぶやく。事情はわからない、わかるわけがない。が、俺はジタバタするのをやめ、ただじっと彼女の背中を撫で続けた。息子の、かなぁ。お帰りなさい、和也くん。自室へ戻ると、鈴さんが笑顔で迎えてくれた。ただいま、鈴さん。ふ、何それ。いやいや、お帰りと言われたらただいまでしょ。それはそうだけど、でも、今の言い方なんだか変だった。それって、俺が変ってこと？違うわ、からかわないで。あ、ごめんごめん。密室内に二人きり、これからベッドを共にする。そんなシチュエーションにもかかわらず、自然に会話ができている。きっと思考回路がまだバグっているからに違いない。そしてそれは言うまでもなく、つい数分前のあれが原因だ。あれは一体何だったんだろうか。高橋さん、俺に気があった？違うよ。いな、それは 200% ない。だとすると、古いドラマなんかでありがちな、亡くした息子の面影は見た的なやつか？俺はあり得るかもしれない。高橋さんは年齢不詳だ。俺ぐらいの年の息子がいてもおかしくはない。子供ができなかったと言っていたものの嘘つきだった可能性も嘘だった可能性もある。
どこか訳ありっぽいニュアンスだったし、あの時、震える高橋さんの声と体からも深い悲しみ、後悔、怒り？怒り？はっきりと言えないけど、そういった負の感情がひしひしと伝わってきた。怒り？救いを求めていた。許しを求めていた。まあ、とりあえず、今は忘れよう。彼女もきっと深入りは望んでないだろうし。いつの日か相談してくれたら、この時は精一杯力になろう。いつの日かとかあるんすか？カズヤくん？あ、どうしたの？反応がなかったけれど。スズさんが俺の顔の前へ手を振りながら目を覗き込んでくる。ああ、ごめん。大丈夫、大丈夫。今、意識が飛んでたな。俺はリュックからペットボトルを取り出し、残っていた水を一気に煽った。疲れてるみたいね。まあ、無理もないわ。私も少し頭がぼんやりしてるもの。これまでの人生で一番ハードな一日だったよ。ふぅ、と大きく息をついて吐いてみせる。もう寝ましょうか。あくびを噛み殺しながら、いそいそとベッドに潜り込む鈴さん。俺と同じくもう限界が近いのかも。了解。本当はもう少し会話を楽しみたかったが、思考がぼやけて気の利いたジョークも言えなそうだ。仰向けになり、掛け布団を肩まで引っ張り上げる。もちろん二人共用だ。が、高橋さんとのことがあったせいか、不思議と緊張はしない。隣を覗くと、鈴さんはまだ目を開けていて、天井の照明をぼうやりと眺めていた。みんな心配してるわね。そのつぶやきに導かれるように俺も上を向く。蛍光灯のまばゆい光に見慣れた顔ぶれが浮かび上がる。飛機なんてよく乗れるなぁと感心するように言っていた親父。必ず謎を解き明かしてみせると意気込んでいた親友。早く無事な姿を見せてあげないとな。電気消す？ああ、俺が消すよ。いかんいかん、眠ってしまうところだった。一度布団を出て壁のスイッチをオフにする。室内は闇に包まれ、俺は手探りで元の位置へと戻った。吹き荒れる風の音、窓を叩く音。今、世界は音に支配されている。鈴さんはもう眠ってしまっただろうか。外がうるさいせいで、すぐ隣にいるはずなのに、気配がまるで感じられない。この風さえなければ、息遣いまで聞こえるはずなのに。一瞬だけでも、鈴さんの息吹を感じたくて、頭を横に傾け、耳に神経を集中させる。が、そうしているうちに、抗いがたい睡魔に襲われ、俺の意識はそこで途切れた。おやすみ、カズヤ。赤い字怖えよ。まあ、翌日まで生き残れましたね、じゃあ。一応ね。ビクッと全身が震える。頭の芯まで響く耳障りな高音。夢うつつで意識の定まらない中、脳が反射的に記憶をまさぐる。この音はアラーム？そうだ、目覚まし時計のアラーム音だ。それも昔ながらのかなり強力なやつ。音のくぐもり具合からして、通路の方、部屋の外で鳴ってるみたいだが、しかしなぜ？掛け布団を頭まで覆って音を弱めようとするも焼け石に水。かすかに衰えはしたものの無視できるレベルには程遠い。なく、ため息をついて隣を見る。暗闇の中、鈴さんも俺と同じように布団の中に頭を潜り込ませているようだった。じゃあね、ちょっと待って、セーブさせて。で、まあ、止めに行きましょう。ちょっと見てくるよ。布団をどかそうとして、そう告げると、俺は手探りで壁のスイッチを。待って、私も、後ろから服をつかまれる感触があった。休んでていいよ、確認するだけだから。いいから、ほら、行きましょう。なんか嫌な予感がするのって。まあ、そう言うなら。部屋の照明をつけ、俺たちは出入り口へ向かった。今何時？そもそも今何時？すぐ外で鳴っているみたいね。ドアに耳を当てつつ、スンさんが言う。遠距離だからこんなにうるさいのか。俺はもう一度ため息をつくと、ドアノブをぐいっと手前に引いた。お、音がでかくなったわ。外にはすでに二人の姿があった。西さんと山崎さんだ。そして、なんやなんや、どうしたんや？
俺とほぼ同じタイミングでゴンドさんも出てきた。しんどそうな頭で、顔で頭を押さえている。あそこか。通路の奥、花台に置かれた花瓶の後ろに置き時計が見えた。西さんがスタッフと歩み寄りその頭を叩く。音はピタリとやんの。一体誰だ、こんないたずらを。憤りながら時計を持ち上げたところで彼の動きが止まった。なんだこれは。時計の下にでもあったのか、紙切れのようなものを拾い上げ、メガネを片手で押さえながら凝視している。どうしたの？と山崎さんが覗き込む。俺も気になって横から首を伸ばした。見た感じ、ノートの切れ端のようだが。